い、何です？はい、あ、こんにちは。すいません、マイクは切れていました。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットですね、やっていきたいと思います。型のギムレットを今安田記念に登録しております。で、あと1周でベスト体重が460キロっていうのが分かったところです。状態がね、なかなか向上しない。ベストターバ体重ですね。ちょ、前走ですね、出遅れもあって大阪杯2着に敗れ去ってしまいました。今回はもうリベンジを果たしたいと思います。ちなみにどんな馬が登録してるのかな。雨ですか。桜ホット第一ルビー大宅ヘリオス。あれ、なんか1年遡ってないか。前回が大阪、前回の安田記念はそれより新しい世代だったんですが、より遡ってる感じですね。あれ、ランダムだったっけ、これって。確かに91年のレーシングプログラムになってますね。一番古い年じゃないかな。1.2 倍、一番人気ですね。グリグリです。丸が、プリティハット、うちから、バンブーメモリー、レオプラザ、ヒカルダンサー。お、第一ルビーは、黒三角一つだけなんだ。っていう感じですが。2番人気が、2番、バンブーメモリーですね。ちなみに、第一ルビーも、単勝買っときましょう。それにしても、ただ大宅ヘリオスさんか、全然人気ないな。この年大宅ヘリオスが2着だったかな。そう、雨が降っている東京競馬場。負けられないところですが、果たして、ジョッキーは今回レオプラザが、柴田が乗ってるんで、横山典弘になります。レオプラザには勝ちたいな。なんか本当に増沢末雄筆頭に、なんか懐かしいジョッキーが勢ぞろいですね。え、これ一番新しい世代は武豊なのかな。岸重彦か、大宅ヘリオスの。で、現役。さあ、スタートが結構感じになります。前回出遅れましたかね。3番。まああんまりいいスタートじゃなかったけど、前走の大出遅れよりは全然マシです。メインキャスターも懐かしいよな。後ろから4番手ですね。そうですね、直線が長いのもプラス要因だと思います。第一ルビーが並んでますね。ペースはミドル、
でしょうか。もうちょっと早くなりそうな感じはあるんだけど、白大生が結構前行ってて、もう押してるや。さあ、ここから伸びてくるか、大宅エリオスか。いいペースでは行ってますよね。雪のサンライズ、あんまり伸びないぞ。ようやく来たが、これ届くのか。ああ、でも背足は鋭いな。かしそう。雪のサンライズかよ、2着。はい、すごい、ちょっと出足が良くなかったかもしれないですが、素晴らしい気でですね。まあ、ジソは宝塚って言われるでしょうね、というか。かわいい。見事勝ちました。お、メロンがある。さあ、青ぞもう、ゆっくり休んで、次に備えたいと思います。まあ、G1 は勝ったはいいものの、WBC 出すにはまだ、なんか不安は残る感じですね。もっと強くならないといけないよね。レーシングプログラム見てみよう。キングジョージが7月を4週か。意外と早いんだな。エムロンシャーショーってなんだろう。初めて見たレースだな。キングジョージ出したいと思います。というわけで、次回、キングジョージに挑戦したいと思います。果たして、次回も勝つことができるのか。安田記念2連覇を、お知らせして終わります。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。